スポンティニアスミュージック・アンサンブルは、ロンドン南部のジャズドラマーにして、トランペット奏者のジョン・スティーブンスと、アルトソプラノサックス奏者のトレバー・ワッツによって、1960年代半ばに招集された、フリー・インプロビゼーションのミュージシャンによる、緩やかなコレクションであった。SME のパフォーマンスとレコーディングは、スティーブンスとワッツのデュオから十数人以上の演奏者の集まりまで多岐にわたっている。 評論家のブライアン・ウォーレニックが書いているように SME は非常にオープンなリーダーがいないという側面と音楽家同士そばで耳を傾けることを考慮することを大変重要視していました。サックス奏者のエヴァン・パーカーはスティーブンスが2つの基本的なルールを持っていることを理解していました。それは他のミュージシャンの音が聞こえない場合はさらに大音量で演奏する。 自分の奏でる音楽が他の人が奏でる音楽と定期的に交わっていない場合、なぜグループに参加しているのか、と問う、というものです。これが後に昆虫の即興として知られるようになるものの開発につながりました。それは非常に静かでありながら非常に激しく不静脈であり、外して無調である傾向の音楽です。SME は1966年1月に ロンドンのリトルシアタークラブで週6泊の集中的なレジデンシーを開始し、翌月にファーストアルバムチャレンジをレコーディングした。グループの歴史は大まかに2つの期間に分けることができる。ホーム思考の強い初期のアンサンブル、そして後の弦楽器ベースのアンサンブルはギタリストのロジャースミスとバイオリニストのナイジェル・クームスとで構成された。一となったのはカルテッによるアルバム バイオシステムで、これには、チェリストのコリンウッドもフィーチャーされていた。デレック・ベイリー、ポール・ラザ・フォード、マギー・ニコルズ、デーブ・ホーランド、バリー・ガイ、ペーター・コバルト、ケント・カーターなど、無数の他のミュージシャンが長年にわたって SME に、関わり、通り過ぎていった。グループの最終形態は、スティーブンス、スミス、及び、サックス奏者のジョン・ブッチャーによるトリオであり、この構成は、アルバム、 英乳ディスタンスとして記録を残している。アメリカのフリージャズやアムのラディカルで抽象的な音楽に触発され、またアントン・ベイベルーンやサミュエル・ベケットと同様に多様な影響を受けながら、SME は少なくともジャズのサウンドをある程度維持していたが、後の弦楽器ベースのアンサンブルではジャズっぽくなくなっていった。1994年のスティーブンスの死により、SME は 終焉を迎えた。ありがとうございます。